justこのくらい落ち着いて。
よっしゃ、めっちゃ集中してやってた。ですね、まあいろいろ作戦を変えましてですね、まあ画面タップができない分、カーソルの移動が時間のロスになるということで、もうなんていうんですかね、右角とか尾角を選ぶ場所を2つに限定して、右左右左交互に押しつつ丸を連打することによって、その2個だけを、入力するみたいな形にするんですよね、攻撃を。で、自分の回復スキルの、貯めるやつはもう相手が攻撃してる時に貯めるにして、もうそこの2つだけをずっと押しまくって、あの敵のブレイクを狙うにはもうその2つだけ、運ですね、何が出てくるかもうそこ運なんですけど、にかけてやってました。途中死にそうになったんだけど、なんとかいけましたね。なんとかなった。もう会いたくないな、あの人と。 OKOKOK、敵はグルだった場合、自身の攻撃力微小アップ。意味ねえんだよな。はあ、まだまだやれ、なんのまだやれんだろ、避けろ、なんのなんの集中しろ、要するってか、終わるわけには、いかにはなるぞ、このくらい痛みには慣れてる。行くぜ。何の。落ち着いていこう。次の。何の。てめえに俺が倒せるか。ここか。このくらい。まだ。落ち着け。このくらい。痛みには慣れてる。行くぜ。何の。まだ攻める、このくらい、てめえに俺が倒せるか、下げろ、なんの、次の、その程度お見舞いしてやるよ、なんの、痛みには慣れてる、その程度お見舞いしてやるよ、このくらい、まだまだ。やべ、リン消しちゃった。今さ、ちょっと動き方、俺が
まあいいや、ちょっと後で話そう。いや、あのさ、まあいいや、後で話そう。話す余裕がねえんだわ。ごめんなさい。やばい。やばい。攻めろ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 、やめろ。危ねえ。よっしゃー、よっしゃー、勝ったー、やったぜー。あ、長き戦いだったー。それどっから戦ったっけ。あー疲れた、あー疲れた。勝ったのはいいけど、これレート上がんねえのこれ。くそ、はあ、ローに勝って、錦に勝って、どうも褒めてねえよ。タクどいつもこいつもあっという間に強くなりやがって、すげえ強くなっちまう。もうこれさ、何時間やってたんだろう。木島の遭遇率 100% になっては、もう一回最初からにして、最初からっていうか、あのもう一個セーブしてた方にし、遭遇率低い方にしてさ、何十回だったの。で、戦い方なんですけど、右左右左作戦をやめて、一番右までカーソル持っていくと一番左に戻るってことが分かったので、もうずーっと右だけ連打、右と丸だけ連打して、こう一個一個ポポポポポポポーンっていく戦闘方法でしたんですよね。で、とりあえずリンのやつが、回復スキルの一番最初なんで、相手が攻撃してる時に回復スキルを貯めたいんで、リンのパーツだけ残して、残すことを意識してやってました。めっちゃ疲れた。最後の方結構調子良かった、ね、運なんですよね。だから結局敵ブレイクさせなきゃいけないし、コントローラー結構運ゲーなところある。金木の野郎もいつか地面這いつくばらせてやんよ。まあ金木の前にてめえだな。確保しておきます。全然確保してるって顔じゃねえんだよ、バカにしやがって。口は悪いし、あまり強くはないけれど優しいグール、それが錦さんなんだな。何笑ってやがんだ、殺すぞ。今負けたばかりなんだ。ほい、錦から得得したスキル、自身の攻撃を、なるほど。これレート上がんねえのかな。
一回シナリオをですね最初に戻しましてレートを上げることにします。多分そこまで苦戦しないと思うから適当にやっても勝てるはず。あそこまで一回強化できてるんでね、ちょっとここから同じできるだけ同じルートをたどりたいんですけど、サブミッションをね全部クリアしていきたいんで。はい、バンジョーしばきました。こんなガキに。そんな、いやだからすまねえ、すまねえみんな。まあ、一応あれなん、ルチだったっけ、ルチじゃねえわ、なんだっけな、あの人と錦は倒したんですけど、やっぱりそれでも木島には勝てなかったんで。僕はあなたを殺したりしません。すみません。誰かに命を狙われてるんですよね。そんな事情も知らずに後を追ってしまってすみません。さっきぶつかった時に大切なものがあなたのポケットに入っちゃって、返してもらいたかっただけなんです。これは地図か。はい、僕土地勘ないみたいで、それがないと困るんです。すまねえ、俺の勘違いで迷惑かけた。もう大丈夫なんで。いや、こればかりは本当に申し訳ねえ。申し訳ない気持ちは十分伝わってるんだけど、これだと日が落ちるまで続きそうだな。さすがに吉村さんに心配かけるのはダメだと思った僕は、一つ番長さんにお願い事をすることにした。あのでしたらこの店まで連れて行ってくれませんか。どっかわからないですし、地図も役に立ちそうにないので。おう、そういうことなら俺に任せろ。迷惑かけた分きっちり送ってやるからな。はい、ありがとうございます。日が落ちるまでにはアンテイクに帰れる。安堵感に包まれながら僕は番長さんに道案内を頼んだ。大丈夫だ、次こそ。迷ってんじゃねえか。結局帰れたのは日が落ちた後だった。おい、まあまあまあ、でもまあこれは初期のスキルだね。ここら辺のサブミッション飛ばしてたから痛い目見たんだな。これクリアしたよね。これさっきひなみになんかジュース買ってあげたんですよ。うまく録画できてなかった。こんにちは。かわいい。あ、ひなみちゃん。お兄ちゃん、ちょっとこっちに来て。なんだろう。お兄ちゃん、ここでいい？ここでいいかって何がエロいことするんですかね。この間のお礼をしたいの。ここのメーカーの絵大丈夫？他にする？お礼？ああ、なるほど。お礼なんて別にいいけど、それで彼女の気が済むのなら。今日はたくさんお小遣い もらって、いや、持ってきたから心配しないでね。お兄ちゃん、どれにする？どれって選択肢これしかないんだよね。ひなみも同じのにする。ブラックコーヒーか。お兄ちゃんもコーヒーが好きなの？え、ああ、うん、そうなんだ。僕、喫茶店でバイトしてるし。へえ、すごい。じゃあ、プロだね。プロってほどじゃないけど。ひなみもね、知ってる喫茶店があるよ。アンテイクって言って、店長さんとか店員さんも友達なの。え？ひなみちゃん、実は僕、そこで働いてるんだ、今。え、それじゃあ、お兄ちゃんも？うん、そうだよ。それじゃあ、十日お姉ちゃんともお友達なんだね。友達っていうか、先輩っていうか。そういえばひなみちゃんは今どこに住んでるの？え、あー、あのね、秘密にしろって言われてるの。でもいつかは金。お兄ちゃんみたい。え、お兄ちゃんやみんながいるから大丈夫。え、お兄ちゃんがいるんだね。そっか、一人で帰れる。バイバイ。うん、大丈夫。ありがとう。バイバイ。かわいい。とは言っても、やっぱり心配だな。これからも彼女を見かけたら声をかけてみるか。絶対かけますよ。変態みたいになっちゃうな。おー、20% 回復か。でもね、15% 回復からの10秒間持続回復っていうのが強いんですよね、木島戦は。木島出血みたいなさしてきて減るからさ。ちょ、これね、あやと勝てるのかな。10日の激凛。時間セーブしておきましょう。もうね、こまめにセーブするっていうことを俺は覚えたよ。10日の激に行こう。これでうまくあのルートに戻れるかな。あれは10日さん。うっ、どうしたんだろう。うぐう、なんか吐いてる。うんうんってエロいんだけど、ちょっとヘッドホンのあれがさ。10日さん、具合でも悪いの？ほっといて。小さな箱のようなものをカパッと音を立てながら10日さんが開ける。う、弁当箱。は、な、
肉。うう、何やってるんだ。あれは一体人の肉じゃない。じゃがいも、人間の作る料理だ。匂いが泥水みたいだ。人間の食べ物を食べる練習にしたって、わざわざそんなまずそうなものを食べなくても。肉じゃがなんて僕は口にする気にもならないけど。うえ、すごい匂い。うるさい。なんでそんな気持ち悪いものを食べてるの。うるさいよ、勝手なこと言うんじゃない。うえお前に何がわかる。え、僕そこまで怒らせるようなこと言った。うるせえんだよ。うるせえんだよなんでって言うんだ。あ、戦うんだ。戦うんだね。行こう。これ若干警戒しないとやばいかな。そんなことない。あ、全然大丈夫だった。結構早いな、あいつペース。はい、こんなところで S ですね。つい体が動いたけれど、クソ、もうやめてよ。うるさいって言ってるでしょ。クソ、何も知らないやつは黙ってるよ。確かに何の事情も知らないけど、謝った方がいいんだろうか。勝手に後をつけたのは僕だし。弁当箱を大切なものみたいにしっかり持って、どうして無理をしてあんなものを食べていたんだろう。それにしたってあんなに怒らなくても説明くらいしてくれたっていいのに。まったく、なんだって言うんだよ。まあ、若干とかはなんか説明しなくて切れるみたいなところあるからね。いきますか。まあ、前回負けたんだよね、これ。放置したんだよな。よし、行くか。こいつは飛ばして行きましょう。まあ回復してたらいけるでしょう。強かったよなこいつ確か。やばい、輪郭湧きすぎ。あ、強っ。あ、やべ、強え。つか回復がね。え、強すぎ。あ、強かった。相変わらず強えなこいつは本当に。まあ飛ばしますか。多分勝てないだろうから。でまあとりあえずここも飛ばして、街で出会った捜査官のことだよね確か。俺選んだの合ってると思うんだけど。で、木島の執念行って、オッケー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 。で金木の思い出行って、なるべく早く元のルートに復帰したいから。これ確か、あ、やべ、駒さんじゃねえ、吉村だ、バカ野郎。アーリオ君お疲れ様。君はとても筋がいいよ。この掃除の魔炎としてはまた言ってるよ。でもやっぱり駒さんの掃除は手早くてすごかったです。5年後僕はどうしているだろう。その時兄さんは隣にいるだろうか。駒さんはどのくらいお店で働いているんですか。僕のキャリアはこの店と同い年さ。僕はアンテイクのオープニングスタッフだからね。ちょうど10年くらいになるかな。そうなんですね。店のことは隅々まで把握しているから、分からないことがあればこの前を頼るんだよ。まあ前のことを聞くとね、金木くんのことかい。仕方ないよ、慕ってくれていたからね。そうなんですね。彼はなんでお店辞めてしまったんですか。詳しくは分からないけど、他にやることが見つかったんじゃないかな。男とは誰だってそういうものだろう。そうですね。まあ僕としては彼には彼自身の優しさに押しつぶされないように生きてほしいものだけどね。そう言うと前は遠くを見つめるように目を細めた。ジェールの情報を得るには木島さんの、木島の情報と交換か。いろいろと策を考えてみたけど、特に有効な方法は思いつかない。
ここを見たよな。じゃあ飛ばしてもいいかな。でここで確か盗むんだよね。あれこれ見たよね。うん見たよね。で篠原追って十三が出てきてすげえ総集編みたいになってんな。篠原追って十三が出てきて、ほんでアモンのどうだったっけ、覚えてないふりをするだっけ、あ諦めて話すにしたんだっけ、そう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 、これにして、で飲み物を紹介して、なんかなキャラメルマキラーテだったか分かんないけど、そういう間違いしたんだよね。案外覚えてるな。で資料を10日に読んでもらって、確か怒られるんだっけな、そうそうそう怒られるんだよね。あ、イリミさんだ。まあ適当にやりますか、イリミさんで。あらリオくんいらっしゃい、お客さんとして来てくれたの。そういえばかやさんとはあまり話したことがなかったな。かやさん顔がなんか顔がなんかさ、ちびまる子ちゃんに出てくる長沢くんだっけ、玉ねぎっぽいやつ。僕の教育係は東華さんだし、他のことは大抵店長や駒さんに聞いていたし。あ、いえ、ちょっと立ち寄っただけなんですけど。あら、そうなの。やっぱこれ長沢くんだよね。藤木くん、藤木くん。なんだか気まずい。かやさんと二人だけだとあまり会話が弾まないな。あら、あら、お客様だわ。それじゃあリオくん、ゆっくりしていってね。はい。はい、どうも。いらっしゃいませ。ご注文はサンドイッチセット1つ、日替わりランチセット2つ、コーヒー2つ、アイスコーヒー1つでよろしいでしょうか。少々お待ちください。店長も駒さんもいないのか、かやさん一人で忙しそうだな。今はバイトの時間じゃないけど、何か手伝ってあげた方がいいかな。あのかやさん、何か手伝いましょうか。ありがとうね。ありがとうリオくん。でもお仕事の時間でもないのにわざわざ着替えてもらうのも悪いわ。でもただ見ているのも悪いですしそうね。じゃあお客さん、私一人でも大丈夫だからコーヒーを入れてもらえる？私の分をね。うえい、うかくピースだけか。これはまあ攻撃とかに使えるんだろうな、うかくピースは。さてコーヒーを入れるのはいいけど、ちょっと緊張するな。特にかやさんはプロみたいなもんだし、とはいえ怖がってばかりもいられない。どうせ僕は初心者なんだし、今は経験を積まなくちゃ。入れてる。どうぞかやさん。ありがとう。それじゃあ冷めないうちにいただくわ。コーヒーの腕、上達したわねリオくん。え、飲むどころか香りを確認した素振りもないのに、どうしてそんなことが言えるんだろう。かやさんが安易なお世辞を言うとも思えないけど私、耳と鼻には自信があるの。あなたがお湯を注ぐタイミングを聞いて いただけでも十分に成長を感じられたわ。へえ、そういうものなのか。それにしても結構忙しそうに働いていたのに、僕がコーヒーを入れる音まで聞き分けていたなんて。かやさんと話をする機会が少ないせいで気づかなかったけど、もしかするとかやさんってすごい人。考えてみれば、アンテイクは20区のグールたちを仕切る総本部のような場所だ。ただものじゃないメンバーが集まっていても不思議じゃない。普段駒さんが口にしている武勇伝はなんだか嘘くさいけど、かやさんは本当にすごい人かもしれない。駒さんも十分すげえんだよな いえ、念のため今後あまりかやさんには逆らわないようにしよう。長沢くんにはね、あんまり関わらないようにしないとね。一回ここら辺で終わりますか。というわけで、次回もなんか昔を振り返りつつ、サブミッションすべて終わらせていくみたいな感じになるんですけど、よろしくお願いします。ではまた次回実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。